事情は全部フランツから聞いた。連日校に行くんだろ。お前さんがハガードのために働き始めたのは知ってる。それでもお前さんは俺たちの仲間だ。ジークもどうしようもなかったのよね。だから彼とシャーリーが無事戻ってくるよう祈ってる。ごめんね、あんたに一番大変な仕事を押し付けて。シェルターのために働いてくれたのに、私たち何も恩返しできなかった。ジークのこと頼んだぞ。約束する。絶対ジークを見つけてみせるわ。ブルークリークの流れに沿って行けば弁日不当に着くわ。気をつけて。何かあったの？またハイエナね。あの人を助けなくちゃ。たちのおかげで助かった。こんな港の近くまで来るなんて、あいつら最近つき上がりすぎよね。そうだ、おめでとう。え、おめでとうって何？ホワイトフラッシュの賞金のことだってば。カレイドさん直々のお達しなんだよ。データベース検索、クオクレ、クレイドはヒットしません。ベンジス重工の社長さんだよ。そんなことも知らないの？検索完了。カレイド、ベンジジス工業社長。その人物にここのオムニアムタワーの状況を尋ねるといいでしょう。
あれ、賞金目当てで来たんじゃないの？あ、そっか。じゃあ来たのはビータ祭のため？それなら残念。今年のお祭りはあんまり見応えないかも。どうして？ここで一日中見てたけど商船が全然来ないの。いつもなら港いっぱいに停泊してるのに。なぜですか？何かあったのですか？もう本当に嫌になる。最近悪い奴らが町をうろついてるから商人たちも怖がって近づこうとしないの。カレイドさんもいつになったらこの件を解決してくれるんだか。行こう。ここは危険だからとりあえず港に戻ろうよ。ねえ、その様子だとここに来るの初めてでしょ。案内してあげようか。私ヒルダっていうの。私たちアストラ島から来たの。この子はミア。実は人を探してて最近ここに来たはずなんだけど。アストラ島のジーク？わかんないな。よそからお祭りを見に来る人も大勢いるし、人探しは難しいかも。でもそういう人がいたら教えてって友達にも話してみるね。みんなで探した方が早いし、ついてきて。やあ、ヒルダ、久しぶり。テオ？一人で出てきたの？護衛も連れてこないで、万が一発作でも起きたらどうするの？家に閉じこもってたから、外の空気が吸いたくて。大丈夫、薬は持ってる。テオはベンジスの後継者なんだから気をつけなきゃダメだよ。カレイドおじさんにバレたら怒られるよ。父さんか。近頃大事な仕事があるみたいで、あんまり会いに来てくれないんだ。カレイドおじさん忙しいんだ。そっか、本当はおじさんとテオに頼み事をしようと思ってたんだけど。頼み事って？僕でも君の役に立てるかな。私じゃなくてアストラ島から来たこの人の頼みなんだけど、ジークって人を探してるんだって。そうそう、言い忘れてた。さっきビーチでホワイトフラッシュに襲われかけた時、この人が助けてくれたの。はじめまして。友達のジークがどうやら最近ここに来たらしいの。はじめまして。僕はテオ、ヒルダの友達だよ。よろしく。テオのお父さんのカレイドさんはベンジス重工の社長さんなの。カレイドさんが協力してくれたら人探しなんてすぐ終わるんだけどな。父さんに話してみるよ。その人がここにいるのが確かなら、きっと手がかりが見つかるはず。やっ。テオ、また一人で外出していたのか。
これからは前もって私に話してからにしなさい。お前には付き添いが必要だ。早く帰りなさい。定期検査のために医者を待たせてある。体調が良ければ今晩のお祭りに参加してもいいぞ。父さん、それ本当？僕も友達と一緒に。体調が良ければの話だ。それとこの方は新しくできた友達だよ。アストラ島から来たんだ。はじめまして。はじめまして。私はカレイドだ。テオは体が弱いからいろいろ面倒をかけてすまないね。父さん、この人はホワイトフラッシュからヒルダを救ってくれたんだ。前に父さんがかけた懸賞を。ほう、君がホワイトフラッシュを。若者というのは実に愉快だ。だが懸賞は今すぐには渡せない。まあそう慌てるな。後で部下に連絡をさせる。あらゆるタイプの武器に内蔵可能だ。リアルタイムで戦闘データを分析して直ちに敵の弱点を発見できる。まあうちの実験的研究の成果物といったところだ。ちょうど被験者を探していた。君ならぴったりだ。父さん、人探しを手伝ってほしいんだけど。こら、テオ、早く帰りなさい。私はまだ仕事がある。話はまた後で聞こう。はあ、分かったよ。ヒルダ、あのカレイド社長って。カレイドおじさんはいい人だよ。ちょっと厳しいところがあるけど、でも偉大な人ってみんなヘンテコよね。まあ大丈夫。人探しの件はテオがカレイドおじさんにちゃんと話してくれるわ。夜になればビータ祭が始まるし、探してる人が現れるかもしれないよ。そもそもビータ祭って何なの？ベンジスはもともと小さな集落で暮らしも厳しかったみたい。ある年に虫害が起きて、飢饉とモンスターが集落を壊滅状態に追い込んだ。そんな時、船いっぱいに食べ物を積んだ商人がやってきて、途方に暮れる人々を救った。その船が岸に着いた日を記念してビータ祭が行われるようになったの。もう気づいたでしょ？そのベンジスを救った商人というのがカレイドおじさんなの。今ベンジスがあるのもおじさんのおかげ。あなたはカレイドさんを尊敬しているようですね。そりゃそうよ。カレイドさんは伝説の人だもん。例えばね。いつの間にかこんな時間。あなたは長い間話していましたから。ああ、私喋りすぎだよね。そうだ、人探しだよね。私の友達にも頼んでみるよ。ついてきて。あれ、ヒルダじゃない。久しぶり。コリーさん、お店の方は順調？
なーに、またお店の手伝いをしてくれるの？あれ、私がバイトしてる時は盗み食いばっかりするって怒ってたくせに。あのね、ちゃんと働いてくれたら玉の盗み食いくらい見逃してあげるわよ。すぐ笑ってごまかすんだから。それで今日は何か用があるんでしょ？ちょっと頼みたいことがあって。今ジークって人を探してるの。その人を見かけたら。へえ、なかなかのイケメンみたいね。そのジークって人のこと、まさか好きなの？え？いやいやいや。ああ、ハリスが知ったらがっかりするだろうな。私のかわいそうな弟よ。だから、違うって言ってるでしょ。それに、ハリスは関係ないから。あれ？そういえばハリスは？あの子ももういい年だからね。今年のビータ祭は自分で店をやるんだって。今そこの下の方にいる。へえ、あの泣き虫がね。一人で本当に大丈夫なの？私もちょっと心配だから代わりに見に行ってやってくれない？ここは手が離せないの。わかった。じゃあ人探しの件はよろしくね。はいはい。あとこれ、おやつ代わりにどうぞ。じゃあね。あれ、ヒルダ、なんでここに？あ、泣き虫のハリスだ。コリーさんが心配してたから代わりに様子を見に来てあげたの。そんな浮かない顔してまたなんかやらかしたの？別に、ただやることが多すぎて追いつかないだけ。仕入れた品物を運んでくる時間もなくて、まだ大きな箱が不当に残ったままなんだ。どうせまたサボってたんでしょ？だってあの荷物、昨日にはついてたよね。でも一人だと本当に手が回らないんだ。ヒルダ、もしよければ。はいはい、ストップ。私だってこんな店手伝うほど暇じゃないの。ヒルダ、その荷物は私が運ぶわ。人探しを手伝ってもらう代わりに。そうね。それならお互い様だし、私が意地悪したってハリスに文句言われずに済む。荷物は店の入り口に置いておけばいいんでしょ？ねえ、泣き虫くん、お礼くらい言ったらどうなの？誰が泣き虫だよ。それはガキの頃の話だろ。
を運んでくれたの？本当に助かった！ありがとう！いえ、大したことじゃないわ。それでヒルダはどこに？報告します。報告。ヒルダは SOS の知らせを受けて不当エリアに向かいました。ちちち、小さな女の子、ジョワ。ジョアンの風船が街灯に引っかかったそうです。ヒルダはいつ頃出て行ったの？ついさっき、ほんの30秒くらい前だよ。急いで行けば追いつくかも。機嫌が悪そうね。あなた運動得意でしょ？ちょっと手伝って。何回やっても風船に手が届かないの。任せて、お安いご用よ。ジョアンに代わってお礼を言うわね。無事に取れてよかった。ありがとう。君って本当に優しいね。ううん、困った時はお互い様だもの。クロウさんにも頼まれたわ。お祭りのイルミネーションが故障したから修理を手伝ってほしいんだって。イルミネーション？お祭りの花火とイルミネーションの組み合わせって最高に綺麗よね。みんな毎年楽しみにしてるの。でもそのためには急いでクロウさんと一緒に回路を修理しなくちゃいけないの。ああ、本当はもうちょっとゆっくりしたかったな。でもお祭りのためだし、あなたも一緒に来て。了解。ヒルダ、助っ人を連れてきてくれたのか。こりゃ助かる。こちらは新しくできたお友達、アストラ島から来たんだよ。イルミネーションが壊れたって聞いて自分から手伝いを名乗り出てくれたの。こんにちは。それで私たちは何をすれば？この間の地震でエナジーコンバーターがショートしてさ、イルミネーションも故障してるかもしれないから一通りチェックしたい。でも俺は急いでエナジーコンバーターの修理をしなきゃいけないから、イルミネーションはそっちで頼めるか。5つ直してくれ。なんだ、そんな簡単なことか。じゃあ私がやるわ。じゃあよろしく。私はミアと一緒にブラブラしてるね。お疲れさん。こっちも今終わったとこだ。一通りチェックはしたけど、ちゃんと修理できてるかどうか。そんなの簡単さ。イルミネーションのスイッチはそこにある。自分の労働の成果を試してみるといい。いいの？じゃあやってみる。Thank you.
計画はどうだ？すべて順調です、フレイヤ様。ご安心ください。協力を拒んだ場合は、言わなくてもわかるだろう。存じております。お前は戻って準備を。尾行者がいるようだから、私が相手をする。隠れてないで出てこい。別にあなたは嫌いじゃない。でも質問するときは礼儀をわきまえなさい。ですね。何者かに襲われたようです。ジークも現場にいましたか？うん、ジークには会えなかった。あの女、私が後をつけてるのに気づいてたのね。あいつら何か企んでるみたいだった。でもはっきり聞き取れなくて。検知、体の状態が良くありません。ベンジス不当に戻って休養されることをお勧めします。
どこ行ってたの？お祭りもうすぐ終わっちゃうよ。せっかくのイベントだったのに。さっきジークを見かけたの。あなたが探してる人だよね。それで会えたの？それが見失ってしまって。そっか、それは残念。でもその人がここにいるってことが分かっただけでもよかったじゃない。でももうそんなに悲観的になることないって。きっとうまくいくよ。今日はもう休むといいよ。明日テオのいるベンジス本部に連れて行ってあげる。はあ、そうね。私もちょっと休まないと。ついてきて、町のホテルに連れてってあげる。いらっしゃいませ。お客さん、お泊まりかい？客室は残り一部屋。お祭りのサービス価格だよ。